こんにちは。ゆっくりフリースキーです。今回は、ボックスの184を紹介していくよ。184は、ボックスに乗る前に、ジャンプして半回転、そのままボックスに乗るトリックだよ。まずはボックスに向かって、まっすぐアプローチ。リップが来たら回転をかけながらジャンプ。180度回転したところで、ボックスにオン。ボックスに乗ったら、そのまま180の状態をキープ。アウトに向けて、上体をねじりながら、目線を送っていく。アウトが来たら、板を前向きに戻しながら、ボックスから降りるよ。180でオン、キープ。180でアウト。といった感じで、メリハリをつけるのがかっこよく見せるポイントだよ。スピンインやボックス上での板のコントロールの練習にもなるトリックなので、ロックスライドに慣れてきたらどんどんチャレンジしてみてね。それと、180は回転してインするところまでなので、アウトは好きな折り方で OK だよ。それではまた次回。動画をシェアしてみんなでトライしよう。